ごきげんよう。ベルです。今日の本を読む文学 YouTuber です。一冊読み終えましたので書評をしていきます。今回紹介するのはこちらです。中山七里著さよならドビュッシー。ピアニストを目指す少女に数々の災難が降りかかる。周囲で起こる不吉な事件の真相に迫る世にも珍しい音楽ミステリー。この作品は展開重視の物語が好き、ダークな青春エンタメを楽しみたい、音楽と謎解きの融合を見てみたいという人におすすめですので、当てはまるという方は最後までご覧いただけると嬉しいです。さあ、この動画を見てくださった方はご存知だと思いますが、皆さんこのミステリーがすごい大賞ご存知ですか？本日の投票カードをポチッと押してみてください。このミステリーがすごい大賞、略してこのミス大賞は宝島社が主催する小説コンテストです。大賞ジャンルはエンターテインメントを第一義の目的とした講義のミステリーということで、有名な作品ですとチームバチスタの栄光とか、隠し玉賞としてスマホを落としただけなのになど名作を輩出しています。そしてこのさよならドビュッシーは第8回このミス大賞受賞作です。映画化ドラマ化もされています。さらに現在全国書店で開催中の文学 YouTuber ベル×宝島社文庫フェア2020の大賞文庫でもあるんです。私はこのコラボのお話が進む前から読んでおりまして、好きな作品だからこうやって紹介できるのがとても嬉しい。著者である推理作家の中山七里さん、なんとこの「さよならドビュッシー」がデビュー作なんです。こちらシリーズ化もされておりまして、その名も三崎陽介シリーズ。ピアニストの三崎陽介が音楽関連の事件を解決していく物語です。おやすみラフマニノフ、いつまでもショパンなど、その累計は130万部を突破します。これはね、私には珍しくジャケ買いしたんですよ。もうタイトルにドビュッシーって入ってくるセンスに二度見したし、帯谷原章介さんでしょ。私谷原章介さん大好きだから、まあ、そこで買うって決めたし、一応裏見てみたら音楽ミステリーって言うじゃないですか。私のためにあるのではないかって勝手に思うくらいで、読んでみたらまあ面白かった。ジャケ買いしたのが当たりだった時って嬉しいよね。ちなみにこの動画の BGM はドビュッシーを中心に本作に出てくる曲だけで構成していますので、雰囲気も味わっていただけたらなと思います。ピアニストを目指す16歳の少女遥は、名古屋の地主の孫という立場で何不自由ない生活をしていました。しかしある日、祖父と親友同然だったいとこと共に大火事に遭遇します。生き残ったのは一人だけ。遥は全身大やけどを負い、壮絶なリハビリを経験しながらもピアニストへの道は諦めませんでした。優秀なコーチ三崎先生の下で猛レッスンに励みます。ただ祖父の遺産が遥の元へ渡ると判明してからというもの、周囲で不吉な出来事が起こり始め、ついには殺人事件までもが発生。ドビュッシーの調べに乗せて真相が暴かれる。いつもの通り特徴感想を述べていくのですが、あるサイトを見ていたら結構辛口コメントがあったんですよね。まあ、人気の作品なのでそういったコメントも散見されるんでしょうけど、私としては面白かったけどなーってちょっとモヤモヤしてしまいまして、でなんでかなって考えてみたんですけれども、きっとね、本作を読む時とスタンス、期待するポイントにズレが生じていたのではないかと。そんな時こそ書評動画の出番です。この本は一体どういう特徴を持っていて、どういったスタンスで読むのが面白くって、どういう人に合っているのかというのをきちんと説明して魅力を伝えたいと思います。さあ、文庫の解説者である大森さんが述べていた音楽、スポコン、ミステリーのハイブリッドという言葉が的確なので、ちょっと拝借いたしまして、順番を変えて3つのカテゴリーに分けて順に説明していきます。このミス大賞受賞作って名前だけ聞くと、ゴリゴリの本格ミステリーを思い浮かべる人もいると思うんですよね。でも本作はミステリー要素は少なめかもしれません。もちろん仕掛けるトリックあります、謎解きあります。でも読むスタンスとしては謎解きエンタメっていうスタンスで読んだ方が楽しめるかなって。そもそもこのミス大賞の対象作品って募集要項を見るにミステリー要素よりもエンタメ性を重視しているっぽいので、ここに勘違いが起きてるんじゃないかなって個人的に思いました。やっぱり本格ミステリーを期待して読むミステリーファンの場合は技巧的なものを望むでしょうし、ちゃんと伏線回収できてるかなんて挑むような目線で読むこともあると思うんです。そういった厳しい目が入ってしまうと荒く思えたり満足度が低くなっちゃったりするのかなって。一方で「はあ、なんか面白そう」って手に取った私は幸せ者ですよ。まんまと騙されましたし、あの違和感はそういうことだったらねと驚いて面白く読めました。後に詳しく述べますが、静かな意味での性的なクラシック音楽を絡めながらもこんな感じでね、もう飽きさせないのがすごいなって思います。ストーリーの展開を重視した作品と言えますね。ってこともあって心理描写に関してはさらっとしているかも。で、私個人的にね、表紙がアニメ調でピアノの前に少女がいるような、そうそう、こんな感じのイラストだとしっくりくるな。誰目線だよっていうね。題材こそピアノなんですが、やけどをしてもいじめられても数々の不審な出来事を体験してもそれでも私はピアノに向かう、こういうね、熱血系のお話なんですよね。だから、けなげさを演出するために災難が降りかかってくる節はあって、そこはダークではありますね。からのはるかの驚異的な回復力、コーチとのタッグ、そしてピアノの才能で凌駕していくさながら漫画です。言ってしまえばリアリティはないんだけれども、その設定に引き込む文章の力があると思いました。こうやってね、油断してるとおじいちゃんとかコーチの言葉が飛んでくるんですよ。最初は積極臭いなとか思ってたんですけど、後々響いてくる言葉が出てくるの。技術の優れたピアノ弾きはたくさんいる。でもね、技術は必要だけど聴衆はそんなものを聞きたいわけじゃない。聴衆はどんな超絶技巧を見せられても感心はしても感動はしてくれない。人が感動するのはいつだって人の思いだからね。その思いを形にしたものが芸術性だ。これは美咲先生の言葉なんですけれども、彼は遥がめげそうになった時必ず全面肯定をしてくれるんです。これは女性にモテるタイプだ、間違いない。ライトに読めるミステリーにクラシック音楽を絡めた、これが本作の最大の魅力、そして功績だと思っております。クラシック音楽、特にピアノを題材にした小説っていうのは存在していますよね。例えば「ミツバチと遠雷」とか「羊と鋼の森」とか、どっちも書評動画出てるんでよかったら見てください。しかしピアノの調べというのは優しく感動する物語、そして芸術的な文章と相性が良いのでしょうか。あんまり普段読まなくてちょっと親しみたいなっていう人にはおすすめしにくい部分もありましたと。そんな中で欲していました、こういうの。私はちょっと専門的なこと×ミステリー、この掛け算の力を信じています。クラシック音楽、ピアノ、ちょっと知ってたらいいのかもな。でも万が一分かんなかったとしても謎解き、ストーリーから目が離せない、こんな感じで読書や音楽、新しいジャンル入門できるっていうのがすごくいいなって思うんです。本作は音楽知識ゼロでも楽しめる内容でありながら、曲やピアノに向き合う描写は丁寧に描かれています。しかも有名な曲、そして作曲家のエピソードが盛り込まれているので興味を持ちやすい。皆さん、ベートーベンの遺書ってどんな内容だと思いますか？概略するとこんな文章だ。私は喜びを持って死に向かって急ぐ。牧人が歌うのを人が聞いて、私には聞こえなかった時にはあわや自殺しようとしたこともある。しかし私の芸術だけがそうした思いを引き戻した。ベートーベンは音楽家でありながらも耳が聞こえなくなってしまったので、それはとてもショッキングな出来事だった。しかし私の芸術だけが引き戻した。行ってみたい。普段クラシック音楽を聴かない人でも読了後には「いやー柄にもまず YouTube でベートーベン聴いちゃいましたよ」なんて人もいるんじゃないかなとドビュッシーさんが嫉妬しているようなので、ここら辺で終わりにします。最後にタイトルの「さよならドビュッシー」の意味はラストまで読んだものだけに分かります。中山七里著さよならドビュッシー、参考までに動画概要欄に詳細リンクを貼っておきます。また文学 YouTuber× 宝島社文庫フェア2020の対象本でもございますので、書店に立ち寄った際にチェックしてみてください。ベルさんベルさん、あっ、文庫長としたの、アンケート結果の発表がまだなの。そうだった。文庫フェアのお知らせ動画の際に視聴者参加型企画として対象本4冊の中から一番得票数の多かった作品を動画で書評するということをお知らせしました。 Twitter で1週間の期間を設けてアンケートを実施しましたので、その結果を発表いたします。文庫ちゃんね、もう眠いみたいなのでおやすみ。一番得票数の多かった作品はブルルブン蝉川夏也著異世界居酒屋ノブ、イエーイ、パチ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 。詳細な結果はこんな感じです。皆さんの投票した作品になったでしょうか。ということで異世界居酒屋ノブ、後日書評動画を出します。それまでに文庫フェアで買って読むのもよし、動画を見てから読むのもよし、お楽しみにお待ちください。私がドビュッシーの曲の中で一番好きなのは今かかっている「夢」です。文庫フェアとコラボだなんて夢みたい。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方、是非チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。お、最近ストレッチにハマってます。